テニスのラケットとボールラケットは球技で使用するボールやシャトルを打つために使用するスポーツ用品である。ほとんどのものは円形に近いボールを打つ部分と握るための柄から構成され、ヘッドとシャフトの間のつなぎ目部分をスローとシャフトの握り部分をグリップと呼ぶ。フェースと呼ばれるボールを打つ部分には円形、八角形、四角形、楕円形、三角形などがある。 形状や大きさ、材質については、競技ごとの規定があり、参加するためには守る必要がある。カタカナ語で、ラケットと呼ばれるものは、英語では、ラケットとパドル、バットやクラブに分類される。ハゴ板や、卓球のラケットのように木製の板から切り出されたものは、パドルと呼ばれる。前述の通り卓球のラケットは、英語ではパドルであるが、国際卓球連盟は、 ラケットとしている。また、バットやクラブとも呼ばれる。テニスや、バドミントンなどで使用されるラケットでは、楕円形の輪形の枠に、ガットと言われる紐が格子状に張り巡らされており、この部分でボールを打つ。伝統的には木材によって作られていたが、現在は、チタンなどの合金や、カーボン、セラミックなどの素材によって作られている。ちなみに、ガットは、牛の腸から作られているものが多い。 これが反発力を高めると言われている。かつてソフトテニスではクジラの筋を使用していた。現代のガットは湿気に強いポリエステルやナイロンなど化学繊維が主流である。高齢者向けスポーツであるテニスバットでは卓球のラケットを大型にしたような板状のものを使う。ありがとうございます。